1.14 が間もなく来るんじゃないかエンドに入って砂利が根付いちゃった部分があるんで、これどうもマグリでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。ということで久しぶりのまたこちらからのオープニングでございますけれども、はい、今日はですね、昨日の動画に引き続きまして、物資準備ターンということで、あるものをですね復活させようと、そういう風に目論んでおります。ということで本日もやってまいりましょう。ココちゃん大きくなれよ。真っ黒な子が生まれたわね。っていうかさあ、鉄号も真っ黒なんだな。今回何を復活させるのかというと、そうです、砂です。砂無限機構です。1.13 でも動くという情報を聞いております。1.14 が間もなく来るんじゃないかっていう話もあるんですけど、まだ大丈夫だろうと。で、増やせる限り増やしとかねえとっていう話じゃないですか。なので、ちょっとね作っとこうと思います。で、また放置しないといけないんですけどね、放置もねしたいし、トラップタワーの放置とかね、今回またこの砂無限機構、砂無限機構に関しては放置するというよりもって感じじゃないですか、雰囲気的にね。なんでね、ちょっとまあ一回様子見に行って何がどう潰れてるのかっていうところもチェックしながらですね、あそこに置いてあるものを回収しつつ進めていきたいと思います。何か足りないアイテムとかが出てくる可能性だってあるので、こっちゃすこっちゃす、ここだよー。ここのもうドラゴンの卵を増やすやつはもういらないんだよな。こちらを解体して今様子を見てるんですけど、砂無限機構自体の動きに怪しいところはない気がするんだけど、どうしようかな。でもね、挙動がなんかおかしくなっちゃってんだよな。何が問題なんだろうな。これをちょっと一旦スライムブロックを回収してこれを動かすと、でもこうやると、動いてくれないから、ちょっと周り取ってみようかな。これ多分ね、ほらやっぱこうなるんだよな。これがちょっと予想外の挙動を示してる。バージョンアップによって何が変わったんだろう。例えば黒曜石を間にここに挟むことによってどうなるのか。あとね、気になるところといえば、あ、レッドストーンってあったっけな、持ってってたっけ。多少残ってたような気もするけど、もうそれも全部持ってっちゃったかな、向こうに。いや、一回確認しに行こう。 1.13 で動くっていうことは、あの、確認したというか、動くのは動くらしいので聞いた話なんだけど、これもね、鉄行こうか。じゃあ、全くねえ。そうか、一応まあリピーターじゃなくてトーチだけ持っていっとく。いろんなものロストしてるからね。黒曜石を置くことでどういう挙動になるのか。じゃあそれぞれにコンクリートパウダーを置いて動かしてみると、おお、ぶっ壊れ、ぶっ壊れ入りましたね。はい、黒曜石は無駄でした。あとは考えられるのは、ゆっくりにする、もうちょっと速度をゆっくりにするということなんですよ。これ今ね、ここちょっと一旦通るね。ご覧ください、ここね、パワードレールでおそらく同じタイミングでこいつとこいつが動いてるんですよ。こいつもこいつも同じタイミングで動いてると思うんですね。で、それがいけないと私は踏んでいるわけなのですよ。そこで、オブザーバーを2個通す感じにすれば、オブザーバー、あ、これでピストンも置いてあげれば、このピストンが動いてまた感知するんじゃないかということで、やってみましょうかね。これでちょっとやってみよう。タイミングワンテンポ遅れてる。おお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 、もしや、これはもしかして、もしかして、もしかが、もしかが、もしかして、もしかして、もしかが、もしかして、もしかして、いや、もしかして、エンドに入って砂利がたくさん落ちてれば大成功。いきます。あっ、あ、砂利たくさん落ちてる。
砂漠元気号復活ということで、あれじゃね、なんだからあれじゃね、なんだから、もっと作ろう。これでコンクリートパウダーたくさん作れるよ。うーっ、緑色のコンクリートパウダーたくさん作ってコンクリートにしていけば作れんじゃんね。そもそも徳島の名産であるすだちをね、すだちをね作りたいから、県庁所在地にすだちを作りたいから緑の何かが必要。羊毛だと、緑の染料が、たくさん必要になってくる。じゃあ、緑といえばテラコッタもしくはコンクリートなんじゃねえかってことで、コンクリート砂無限そういえば復活してたなという下りから始まってますから、もう一個作れると思うんですよ砂無限。はい、もともと卵を無限にしてた場所を、潰したと思うんですけど、あそこにもう一個作って、同じやつ2つの砂無限を、稼働させるようにして、ただいまみんな大きくなってないな、まだだな、まだだな。でドロッパーか、ドロッパーも一応持ってっとこう。レッドさん拝借していいですかここ何個ある？1,2,2 個しかないのか。でもあ、3つあるじゃん。ここのリピートもくれな、な、他にもないかな、どっか持って行ってもいい、レッドソンと置いてあるところ。あ、このサトウキビ結構全くいらねえんだよな。よいしょ。しかしこれはレッドストーンを使ってないあれだな。ただしこのオブザーバー使えるじゃん。オブザーバーはもらっとく。ここのピストンももらっていくどうしても必要になってくるものがもう一つあって、レッドストーンブロックなんですけど、レッドストーンブロックはどっかにあったっけかな。はい、ちょっとぐる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 調べてみます。もしかしたらどっかに入ってるかもしれない。ここにもあるな、いっぱい。あ、そうだ、スケルトントラップ使ってないじゃん。よし行こう。じゃあ馬子で行こう。馬子の経験値はね、そんじょそこらの馬と比べてもらっちゃ困りますから。隠し行きの思いを背負ってますし。あった、レッドストーンブロックだ。みんなこっちのさ、サトウキビ結構いらないよね確かね。あ、っていうかあれ、ぶっ潰れてるのかこれ、もしかして。あ、ぶっ潰れてるんだここ全部回収してるの全部。あとなんだ、レッドストーンもブロックもあるし、これ分解すりゃいいだけの話なんで、オッケーだな、揃ったぞ。ここにはいっぱい宝がいっぱいあったな建築の幅広がりですよね。そうなんだよね、この砂無限がなくなってからというもの、なんかこう、もうこのままでいいのみたいな、もうやってても意味ないんじゃないのみたいな雰囲気、ノリがね、ちょっと根付いちゃった部分があるんで、これ砂無限が復活とあればやる気がね、がぜん変わってくるんで、これで動くと思うんだが。よし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 、完成だ。ちょっとうるさいけど、これこいつガン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 回しときゃいい感じのものがね、砂と砂利がたくさんできて、あとはそうだな、各色揃えて、それぞれのパウダーを増やしていくと、さまざまな建築ができるのではないかということです。色物のブロックは大事だよ。あとこの色物が階段とかハーフブロックになってくれると一番いいんですけどね。コンクリートの階段化を望みます。つうわけで、本日30名の兄弟に送るプチチャレンジ、今日はですね、ご無沙汰に復活した彼らをですね、しっかり稼働させて、たくさん持って帰ろうよという、内容にしようかと思います。ちょっと待ってね。でその後いろいろ調べてたわけ。そしたら 1.13.2 で動くやつを見つけたよ。はい、見つけた。そのリンク貼っとくから。作り方はもうこんな感じで、そんなに難しくないです。はい、あとはこいつを動かして、動かすよ。はい、動かす。まあこういう感じでちょっとゆっくりなんだよな。でね、こう F3B でね、当たり判定出すじゃん。こう落下中にこのなんていうの、このエンドポータルの方に飛んでいって、で止められるみたいな、こいつに落下中にここに当てるのが重要だったみたいで、今日の動画で僕が作ったやつだと
そうはいかなかったんです。いろいろ調節はしてみたんですけどね、おかしいなと思って、おかしいなと思って収録を終えて、いろいろ調べてやってみたんですが、結果、先ほどのやつではできなくて、解体して新しくこれ、作りました。リンク貼っておきます。つうわけでですね、次の動画ではですね、こいつの作り方と、そしてこいつの活用の方法をですね、皆様にお伝えしたいと思っております。今日の巨大通信参りましょう。5000ブロック以上やったことあるぜという方が、いいえ、うんという方、やっぱりね、結構ね、いるのよ、めちゃくちゃやってる人がね。素晴らしい。マグネさん、動画ありがとうございます。終始わーって見てました。マグマをこう馬で越えていく時のお話ですね。百式、伝説の百式ですよ。寝沢を馬で、って初めて聞いた。さすがですということで、あざす。まあ本当はね、寝沢を馬で移動する人っていうのはね、しっかりと舗装してね、ちゃんと馬が走れるような状態にしてから馬を入れてっていうところが普通なんですけどね、それをやらないところがまずちょっと、まあ私らしいというか。でキノコ島でいつシチュー食べるのかなとずっと思ってる私です。また待ってますということで、はい、次はね、キノコ島行って四国行った時はしっかり、お腹が空いたらムッシュルームやりたいと思います。では本日はこの辺りで終了でございます。また次の動画、そして配信でお会いいたしましょう。ではほな。